ゴールキーパー今日も鈴木亮太、高橋、松田、佐々木、そして小川の最終ラインです。品田とエドワルドの中盤センター2列目、今日は右に杉山が入って、横山、田中、最前線には小森、日野です。ゴールキーパー関、前高幸、平瀬、ヘナン、そして新保の今日は最終ラインです。野より田辺、相田、そして川野の中盤、若月とそして山本の2トップです。斜めのボール、杉山に通りました。チャンス、杉山、中2枚3枚入ってくる、入れてきた。セカンドボール高橋、ちょっと流れたボール、ここは若月拾います。若月入れ替わる、若月、若月、若月が行く、チャンス、早い、若月だ。強い、早い、22歳の若月です。いいですね。いや、いいですね。もうほぼ一人で打開しましたね。高橋、ここはじっくりと心びを伺います。中で品田、ここは左右を変えて相手走らすのが一番ですよね。品田前を向いて柔らかいボール、小森へチャンス、小森、絶妙の浮き球、反転、ダイレクトのシュートを狙いました小森。非常に今ボールも素晴らしかったですし、この前の1回小森選手体当ててるんですよね、平瀬選手に。さあ、ここは野寄が行く、野寄のシュート、至近距離から、ここは鈴木亮太の対応です。エドゥアルド、山口も基準が早い、パレバス、ナイスボール、一つ横山、ダイレクト杉山、横山へ、横山広げて高橋、ファーサイドには小森、エドゥアルド、自分のスペースを作って、エドゥアルドだ、キーパープッシュ、いやー来た、先制、ジェフユナイテッド千葉、この試合でも決めた小森ヒーロー、今シーズン17点目。やはり小森はいち早い、この人の反応、ちょっと一瞬空間が空いてしまいましたね。まあ、やはりあと、ね、小森選手のこの素晴らしいところっていうのが、やっぱり一人だけ止まってないんですよね、はい、このシュート打った時ももう動いてますし、まあ、この反応の速さ、まあ、これがゴールを取れる要因かなと、はい、まあ、こういうゴールは今シーズン何度も見ましたからね、はい、横山拾って運びます。田中和樹、エドゥアルド、中には小川、小川、もう一度開いて田中、ゴール前杉山です。小川とワンツー、田中和樹、えぐって入れてきた、プッシュ、綺麗な形で崩し切った千葉、追加点は横山。後半開始早々51分、ここの田中選手の出した後の一つ動き直しっていうところ、まあ、いいところに走りましたし、まあ、そこに対して小森選手がきちんとニアで潰れて、後ろに横山選手と、もう完璧な崩しですね、はい、ここでズバッと小林に刺します。小林聖吾、小林、小林、打てる、ミドルシュート、左のポスト、ここはフリーでした小林、強烈な右足のシュート、左のポストを叩きました。相田です。前、前、高幸は失わず広げて奥山、さあ奥山と小川、奥山のクロス、こぼれ球、もう一度回収して落とせる、相田のシュート、キーパー、セカンド坂井、
1点返した山口。さあ1点差、遅ればせながら反撃開始。山口86分、間のミドルから今度はこぼれ球を酒井が詰めました。ここからが本当の勝負ですね。そうですね、はい、もう理屈じゃないですからね、はいはい、通るか守るかっていうところだと思うので、椿が行く、奥山のディフェンス、椿、ルルー、中には小森、小森が行った、いいよ、この試合でも2ゴール、これがエースの力、千葉大きな3点目、小森ヒーロー、この試合でもマルチゴール。本当にすごいです止めれないですね。高橋から前へ前へボールを進めます。変わって入った岡庭、さあ弾むようなステップで岡庭、岡庭ボックス内3枚、岡庭下げて田口大志、もう一度岡庭へ、岡庭倒れて PK。 攻撃の手を緩めません千葉。ここで岡庭が PK 獲得。キーパーは田口純人、キッカー小森、おーシュートスピードが勝りました。小森ヒーローハットトリック。千葉前々節の水戸戦に続いての1試合4ゴール。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。注目の6位と7位の直接対決、制したのは対戦前7位1ポイント下だったジェフユナイテッド千葉。これでここ5戦で4勝1敗、ついに昇格プレーオフ圏内6位浮上。